作業を行ったのは柴田農林高校の1年生と2年生合わせて200人です。生徒たちは白石川沿いのおよそ3キロの桜並木で鎌やノコギリを使い、不要な枝を切り落としていきました。剪定作業をしないと小さい枝だけが密集して生え、花がつかないテングス病という病気になるということです。よく木の状態を見てテングス病になりそうなとなるところを探し、しっかりとみんなと協力して探して、満開で綺麗な桜を咲かせてほしいなと思っています。自分らがこう切った木が育ってて綺麗に咲いてくれればなと思って、来年も再来年もずっと来てもらえるような感じにしたいなと思ってます。この高校ではコロナ禍で桜祭りが中止となった年も綺麗な花が咲くようにと剪定作業を続けてきました。大河原町の一目千本桜では今月31日から4年ぶりに通常規模で桜祭りが開催されます。